こんばんは、速稼塾の久保です。この度はですね、マスク届きましたよというメッセージありがとうございます。やっぱりね、ほとんどの方といったら語弊があるかもしれません。でもこうやってね、届きましたって連絡してくださる方って全体の1割ぐらいなんですよ、残念ながら。まあそれをね、期待してるわけじゃないんですけども、やっぱりね、こういうふうな連絡していただくとすごい励まされて、わ、嬉しいなと思うんですよ。ちょっと読ませていただきますね。返信遅くなりましたが、マスク届きました。残りわずかだったので本当に助かりました。本当にありがとうございます、ということでございます。まあ現状ね、マスクは今通販でいくらでも買える状態ではあるんですけども、きっとですね、もしかしたらそれに気づかなかったのか、もうやむにやまれぬ事情で私のプレゼントに反応してくださったのか、まあ私ね、もうあげたくてしょうがないんで、全然ね、その通販で買うよりも、ああじゃあこれを機会にちょっと応募してみようかなっていうふうなね、そういうメッセージ本当にありがたい、嬉しいなと思います。で本当になんか大したご挨拶もね、同封できずに不愛想なね、レターパックだったと思うんですよ。ただマスクが入ってるだけみたいなね、手紙も全然入れてなかったんで、それはねちょっと大変失礼しましたということですけども、その代わりこうやって動画でね、お礼の返信をさせていただきますんで、このねご縁、なんと言いますかね、私もなんか役に立つことができたんだなと、わずかな出費でね、本当ここまでメッセージくださるほど感謝してくださるんだなと思ったら、なんかね、本当やってよかったなと心から思います。それはね、もうほとんどの方からメッセージ返信いただけなかったんですけど、そんなことね全然気にならないぐらい励まされます。ありがとうございます。それではですね、私からの気持ちをお伝えしたところで、ちょっとお名前をね一応読まないような感じですいませんけども、H さんですね。H田さんね、大阪にお住まいということで、私もね、お嫁さんの実家大阪天王寺でございます。なんか心があったかくなりながら今日もね、夜勤に励みます。ありがとうございました。それでは失礼します。またマスク企画、もしくはなんかプレゼント企画やりますので、これからもお楽しみにご覧ください。失礼します。